MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。我が家にもやってまいりました。よっこらしこれです。はい、スーパーバンテ TD4 ですね。さすがにあのバディはね、あの箱もでかいんですけれども、でもね、アバンテの箱はもうちょっと大きかったような気もするんですけどね、また今度比べてみてもいいかもしれません。画面に入りきらないぐらいのサイズになっております。はい。でですね、もうこのスーパーバンテを組み立てて、シェイクダウン持っていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、あの今回私もね、もうこれ発売してから数日経ってる状況ですので、もうあの組み立て動画 もう数多く出されてますし、どうしようかなと思って、まあ細かい組み立てに関してはもういいかなっていうふうに思ってまして、でまあ私ならではというとやっぱりあのボディ塗装のところかなというふうに思いますし、まあ言ってもまたいつものことなんですけども、はい、まあ完成して走らせるでシェイクダウンの方が楽しいかなと思いますので、まずはもうあのどんどんやっちゃおうかなっていう感じもしております。一応まあ中開けると、まあ、こういう風にパーツ構成になっておりまして、もうすっかりおなじみかと思いますけれども、あのいきなりなんかこう補足の紙が入ったパーツ落ちたなってたり、いろいろでね、やっぱりあのキャッシュよりも私もこれボディの方が今回もと気になってまして、で、まあ、どういう風にね塗り分けていくかということもあるんですが、一つね、あの私のボディっていうと蛍光イエローを必ず使ってるじゃないですか。そういう意味ではこのホイールがね、蛍光イエローっていうのがカラーリングとしてはとてもマッチするんじゃないかなと。これね、あの白じゃないっていうところがね、いろんな色、ね、それぞれこう合う場合もあれば、この黄色がね合わないカラーリングもあるかもしれませんが、私の場合はもうバッチリ合うと思いますんで、はい、あとはこのボディをどう塗り分けていくかということなんですけれども、はい、最終的にはあのアバンテとこのスーパーアバンテを並べて飾ってみたいなっていう、まあ、できれば並べて走らしたいなみたいなところもありますんで、はい、でそのあたりもですねやっていけるかなとは思っておりますので、早速このボディ のデザインの方からねやっていきたいと思います。さてボディですけれども、ご覧のようにね、マスキングをしました。第一段階です。でもうあのこのマスキングテープのないところっていうのが最初に塗る緑のところなんですけれどもね、このあたりはファースカラーでやっていこうかと思ってるんですが、まあ、なんと言いましてもこのスーパーアバンテのボディなんですけれども、今回ねあのいつものパターンを、まあ、ここにこうどう落とし込むかってことで結構悩んだんですね。なんとなくねしっくりこないんですよね、イメージとしてね。いつもだったらシャシャシャっとこう大体こうマジックペンでねフリーハンドで書くんですけど、なかなかねどこにどの線を入れようかとかって悩んだんですけれども、まあ一応まあこういう風な感じで落ち着きましたので、いつものようにエアブラシでピシュピシュッとやっていこうかと思います。どう仕上がるでしょうね。はい、完成いたしました。私の DD4 スーパーアバンテいかがでしょうか。カラーリングはいつものパターンとなっておりますけれども、まあ、ややねずんぐりとしたボディ形状ではありますけれども、こうやってね丁寧に塗り分けますとなかなかかっこよく見えるんじゃないかなと自画自賛してるわけなんですけれども、この特にホイールがねもう私のためにこの黄色にしたんじゃないかと思うほどマッチしてますよね。はい、もうフェンダーも違和感なくそれぞれボディカラー統一しておりますので、はい、綺麗に仕上がっているんじゃないかなと。走らすと気づくんですよね、それがなんかなーっていうところはあるんですけれども、はい、今回ガンガン走らせていきますからね、ということなんですよね。あ、そうそう、ここにあるんですよ、元祖アバンテ復刻版ですね。2台のアバンテの共演、これがしたかったんですよ。どっちもピッカピカでございます。あなたはどちらのアバンテが好きですか？元祖アバンテ、スーパーアバンテ、ね、どちらもアバンテかっこいいかなというふうに思いますね。はい、ということでこれもちょっと見ていただいて、
これまあ組み立てそのものはもうキット標準説明書に準じております。もうほぼオプション入っていないんですが、唯一入れてあるというのがユニバーサルシャフト、ユニバーサルシャフトをフロントに入れてあります。これだけですね。リアは入っておりません。というのはダブルカルタ出るかもねっていうところで、その際にはこれを後ろへ回せばいいかなというふうに考えております。あと買ってあるオプションといえばこのスリッパークラッチ、これはもうほぼほぼ標準化のようにね、紹介もされていましたので購入しておきました。とりあえずシェイクダウンの時は入れておかないんですけれども、その後ですね、またこれを入れるとどうなるかというところも試していきたいなというふうに思っております。はい、ということでこれね、ダンパーも含めてノーマルなんですけど、これ今こうテーブルに落としてるんですけど、10センチ15センチ、底打ちしないんですよね。20センチ、ここが当たるかなっていうぐらいなんですよ。だからまあ15センチぐらいの高さで落としてもこれ大丈夫なんですよね。かなりのビッグジャンプできるんじゃないかなというような感じもしますので、走行性能も高そうですから、走らせるのが今から楽しみというところなんですね。でまあいろいろとやってはおりますけれども、ボディを外していこうかなと思います。ボディを外した状態がこうなっております。まあ、さっきもやりましたけどね、これ10センチぐらいの高さで落としたらもう全然底つかないんですよね。15センチぐらいの高さにしてもまだつかない。これで20センチぐらいなんですけど、ここまで行ってもどうかな、つくかなつかないかなぐらいの、こんな感じなんですよね。かなりのまあジャンプクリアできそうな感じがしますね。ダンパーの動きも申し分ないですし、うん、こうクニュクニュがねバギーは気持ちがいいんですよね。このプニュプニュしてるのがね。であと、まあちょっとしたこだわりではあるんですけれども、ドライバー人形もヘルメットちゃんと合わせ目消しをして、メッキ塗装をして、こうシールがどうしてもね綺麗に貼れないのが残念なところ。これドライヤーで温めながらギューってやってたら多分もうちょっと伸びるかと思いますんで、後で押さえつけておきますが、顔もねなかなかピンとこないかと思いますけれども、ちゃんとね目とか眉毛とかまで塗って、でウェザリングカラー使ってちょっと彫りの深さを強調してみたりとかね、やってるんですよ。いろいろプラモデルやってる人間ですからね、そこはちょっとこだわってみました。でまあ手こずったところっていうのもやっぱりありまして、一番は配線だったんですよ。今回モーターはタミヤのブラシレス 10.5 で、アンプはタミヤの 03S、 これはオフルというかね、1台前のやつになりますけれども、あとバッテリーはリフェで、まあ、受信機とサーボは3和製ということになっておりまして、まあ、いわゆるタミグラ仕様と言ってもいいんじゃないかなと、おそらくこういった感じで開催されそうな気がしてるんですけれども、まあ、10.5 はちょっと早すぎるかもしれませんけどね。とはいえオールタミヤ製というか状況ですので、ただキツキツなんですよ。特にねバッテリーのコードが短いんですよね、リフェの場合。まあ、日課ともそんなに変わんないんですけど、でねこのアンプのコードがここにありますので、ここでこうつなげるんですね。こうもうここにコネクターがあるんですよ。ですから説明書だとコネクター多分この辺に来るようにイラスト書かれてるんですが、残念ながらリフェの場合ここまでこうコネクタ行かないんですよね。なのでこっちで接続してここに収めるっていうことができないので、もう目いっぱい頑張ってここなんですよ。コネクタを曲げのしながらここへ押し込んだと。ということでボディをかぶせるとちょっとこうボディ膨らんじゃうぐらいの状況なんですけれどもね。まあ、あとモーターはきっちりと収まってますし、センサーケーブルもう一段短いのがあったかもしれませんけども、今のところこういうふうにこう曲げておけば、まあ、まあまあいけるかなって。やっぱこれでもねボディをこう押してるかと思うので、収まりはちょっと良くないかなというところなんですよね。まあ、ですからこれをどういうふうに対応されているか、他の方の作品というかね、マシンも参考にしながらですね、いい解決策を見つけたいなというふうに思っております。はい、まあ、組み立てのところも説明書通り組んでいけば基本的には問題なかったかと思うんですが、いきなりねモータープレート青いのを取り付けるときにちょっとこうシャーシを反らさないと穴位置が合わないなんていうところもあったりして、若干ハテナが出るようなところも何箇所かあったんで、
ので、まあ、そのあたりはですね、どうなのかなというふうに思っておりました。とはいえですね、すっきりと組み上がりまして、まあ、いい気分ですので、やっぱり走ってなんぼの RC ですからね、はい、今後はシェイクダウンと楽しみになってきました。